皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、私たちの知らない間に、もしかしたら安倍政権は大幅に基本戦略を変えているかもしれないというニュースについて触れていこうと思います。しかもこれは日本国内の報道機関がしたものでもなければ、日本政府が発表したものでもありません。発表したのはお隣の国の報道機関です。安倍政権が一体どのように基本戦略を変えているのかといった点について、まずは報道をお聞きください。中央日報より、警告当局者、日本が余地与えず GSOMIA 延長の可能性 50% 未満。韓日両国が GSOMIA 終了時点の今月22日0時を過ぎて延長する可能性は高くないと政府当局者が7日中央日報に明らかにした。これは GSOMIA をめぐり、日本が立場を変えないという見方が政府内部で強まっているということだ。この当局者は、延長の可能性は 50% 未満とし、現在両国間の水面下交渉が進行中だが、日本が余地を与えないと伝えた。これは公式的には、日本側の変化がない限り現段階では予定通り GSOMIA を終わらせるという原則だが、政府の一部でGSOMIA出口戦略を模索中という意味でもある。実際4日にタイ・バンコクでムン・ジェイン大統領と安倍晋三首相の11分間の歓談があった後、塞がっていた両国関係に突破口が開かれる雰囲気が生じたという見方が出てきた。しかし、この日の当局者の発言は、GSOMIA解決のための余地を日本が与えていないことを示唆する。当局者は、GSOMIA維持のための核心条件として、GSOMIA終了決定を触発した日本の輸出規制、ホワイト国除外の解除を挙げた。これに関し当局者は、昨年10月の最高裁の日程強制徴用判決後、安倍首相は警告に対する報復措置を準備するよう指示したとし、昨年末、海軍と海上自衛隊の哨戒機問題も報復措置の名分を作るために警告との葛藤を深める戦術と指摘した。また日本防衛省は反対したが、安倍首相が哨戒機問題を警告に公正的に提起するよう強調したとも話した。この当局者は、日本は安倍首相の指示に従って緻密に警告に報復したとし、輸出規制のほか非公式的な報復措置もあると述べた。さらに日本政府が今年隠密に警告を相手に、助けるな、教えるな、関係を結ぶなという3つの非公開原則を立てたとし、輸出規制もこの原則に基づいて立案、執行されたと把握していると語った。日本が行ったホワイト国からの除外というものについて、撤回しなければ GSOMIA 終了は変わらないという立場については、改めてあちらの国では報じられています。連合ニュースより、警告外相、GSOMIA 終了の立場変わらず、輸出規制撤回なら最高。警告のカンギョンファ外交部長官は8日、国会予算決算特別委員会の全体会議で、今月23日に執行する GSOMIA について、現在のところは終了するという我々の立場に変わりはないと述べた。カン氏は、GSOMIA の終了決定は、日本の不当な輸出規制措置に対する苦渋の決断だったとし、日本の輸出規制措置が撤回されるという前提の下で、我々が再考できるという基本的な立場に変わりはないと明らかにした。アメリカが GSOMIA の延長を求めているとされることについては、我々の立場についてはっきりと説明していると述べた。さらに、日本の輸出規制によって触発された安全保障環境の変化の中で、下さざるを得ない決定だったとし、基本前提となるべき日本側の輸出規制措置撤回がまだなされていない状況のため、我々の立場を堅持していると強調した。最初の記事において最も注目しなければならないのは、何といっても安倍政権の基本戦略の中に非官三原則が採用されているかもしれないという言及です。この非官三原則は、まず第一に助けるな、そして教えるな、関係を結ぶな、この3つの項目になっています。それぞれの項目はやはり何といってもお隣の国との関係性を保つためには非常に重要な項目です。例えば日本がお隣の国に求められて何か助けたとしても、その後においてはその助けたという事実がいつの間にか歪曲されて、日本に何か経済的な侵略を受けたであるとか、文化的な搾取を受けたであるとか、
もしくは助け方が悪かったであるとか、賠償や謝罪を求めるといった内容に発展する可能性があるということがあります。同じようにして教えるなということについて言っても、何か善意から日本がやったとしても、それの善意というものを悪用される危険性は常にあるということがあります。そして関係を結ぶなというのも、まさにこれも同じような話で、例えば女性をあてがわれて、その後ずっとあちらの国の言いなりになってしまうような政治家や、もしくはお金を使って政治家を完全にあちら側の人間に変えてしまうような動きといったものも考えられます。このような非核三原則というのは、あくまでもインターネット上の掲示板などでよく見られる言葉ですが、これが政府の基本戦略として採用されたという事実は、今まで公表されたことは一度もありません。当然このような基本原則をたとえ採用したとしても、これを公表するような内容では全くありません。しかし私は安倍政権がこの非核三原則を採用したとは思っていません。もしも採用していたのならば、それは安倍政権の行動と実はかなり矛盾が生じるからです。例えば安倍総理が求めているのは、いわば断交や断交といったような政策ではありません。これまで安倍政権が訴えていたのは、あくまでもマイナスの状況になってしまったのはあなたの国だから、ゼロに戻すための解決策を持ってきなさいという、あくまでもマイナスからゼロに戻すための要求です。そして強制徴用工問題などにおいて、日本企業が損害を受けた場合はその場合については報復するという、あくまでも反撃論に過ぎません。もしも非核三原則を遵守しているならば、このような関わり方はしていないはずです。もっと公正に出て、もっと積極的に経済にダメージを与えれるような策というものを実施していたと思います。そういった意味において、この非核三原則を採用したのではないかというのは、まさにあちらの国における被害妄想の極みだと言えます。少なくともこのジーソミアの問題に関して、非核三原則云々というのは全く関係ありません。そもそもジーソミアの破棄という問題に関しては、安倍政権としてはこのまま延長した方がいいという姿勢をとっていました。それは対北朝鮮においてもそうですし、対中国戦略上においても、まだ日本国内においては憲法改正なども全く進んでいませんし、同じように軍備を整えるという動きについてもまだまだ立ち遅れている現状です。防衛予算の増額についてもわずかに増えてはいるものの、あくまでもわずかという程度にしか過ぎません。それこそお隣の国渓谷においてはプラス 7% というような非常に伸び率の高い予算が組まれていますし、中国などに至っては数年で倍になってしまうというような勢いで軍拡が行われているのに比べれば、日本の防衛予算などは5兆円からちょっと増えたなというだけで、それだけで軍国主義の復活だと批判を受けるほどに非常に停滞しているのが現状です。このような状況にあって、あちらの国が非核三原則を採用したかもしれないというのは、日本側の姿勢というものがあまりにもぶれないために、そのように錯覚しているというのが現実です。日本がジーソミアの問題に関して言っているのは、あくまでもこれは貿易管理問題とは全く別次元の話ですよという、ただそれだけです。にもかかわらず、これを完全に混同して、なんで日本が折れないのか意味不明だというふうにして言っているのは、あちらの国の見当違いが甚だしいだけに過ぎません。そして韓慶法外相が、日本側が折れないから我々はジーソミアを破棄するのだというのは、あくまでも何でも日本のせいにしようという、あくまでも外交的な失敗政策を引き続き訴えているに過ぎません。安倍政権としては今後とも何もする必要はありません。アメリカはアメリカで、何としてもムンジェイン大統領を自分たちに従わせようとして様々なプレッシャーをかけています。一方で日本に対するプレッシャーというものはあまり感じさせる動きはありません。それはなぜかといえば、そもそもこの貿易問題にくっつけた渓谷の主張というものをアメリカが全く納得していないからです。そのような論理でいくらアメリカを説得しようとしても、そもそもトランプ大統領にしてみれば、お前は一体何を言ってるんだというような単純な返しが待っているだけで、アメリカを説得できるような話では全くありません。ですからこの事態を見守る上で大事なのは、安倍政権がこのまま、それこそ相手国が非核三原則を採用したかもしれないと錯覚するほどに日本が自分たちの立場を堅持するというのが非常に重要になっていきます。
そしてもしも安倍政権が本当に非核三原則を基本戦略に据えるようなことがあれば、それこそ戦後日本の大きな大転換とも言える出来事になります。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をして次からの動画を見に来てくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。